末松文心君。皆さん、おはようございます。沖縄自民党会派の末松文心でございます。はじめに知事ご就任大変おめでとうございます。去る平成30年第7回定例会での知事の就任挨拶を拝聴いたしました。私は知事はやっぱりやんばるにゆかりのある人だなというふうに感じました。というのは知事の挨拶の中にはやんばるに山積する諸課題の解決に向けて大変意欲を示されているなという感じをいたしております。そのことに対して心から敬意を表する次第であります。知事が述べられました政策は名護やんばるの定住条件として早期整備が望まれてまいりました。その一つに北部の基幹病院、そしてまた中高一貫の教育校の設置などがあります。これはこれまで私が本会議の中でも取り上げてきたことでありますので、ぜひ知事におかれましても早期の実現を図っていただきたくお願いを申し上げる次第であります。それでは通告に従い順次一般質問を行います。1、知事の政治姿勢について。1、知事の就任挨拶に関連いたしまして、人道的支援活動の拠点構想計画について伺います。2、やんばるの森命の水基金の創設の取り組みについて伺います。う、北部基幹病院構想の早期実現についてご決意を伺います。中学生、高校生のバス通学の無料化に向けた取り組みについて伺います。を、北部地域への中高一貫教育校の設置に向けた取り組みについて伺います。2、沖縄振興計画21世紀ビジョンに関連いたしまして、沖縄振興計画は、沖縄県民の悲願であった本土復帰が昭和47年に実現して以来、沖縄の歴史的事情、地理的事情、そして社会的事情など特殊事情に鑑み、10年スパンで5次にわたる計画が策定されました。約50年、半世紀になろうとしております。この間、先人たちは国との信頼関係を築き、県民とともに振興計画の推進に取り組み、今日の繁栄を遂げたものと認識しております。いよいよ5次の振興計画が平成33年に最終年度になります。次期振興の計画に取り組まなければならない時期にあるというふうに思っております。そこで復帰後沖縄振興に投じられた予算総額について伺います。そのうち日本政府が拠出した予算と自主財源で賄った予算、それぞれの金額と割合について伺います。うについては割愛いたします。次期沖縄振興計画の策定と財源の確保について伺います。3、平成8年12月の査考合意について、知事のご所見を伺います。4、普天間飛行場代替施設建設に伴う埋め立て承認の撤回について、撤回要件について具体的に伺います。国との対話を通して解決するとのことですが、その先に何が見えますか伺います。5、辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否等県民投票について、普天間飛行場代替施設建設に伴う埋め立ての賛否等のであれば、普天間飛行場の危険性の除去と全面返還の賛否も同時に問うべきではありませんか。また、沖縄における米軍基地の整理縮小や、
世界一危険と言われている普天間飛行場の返還は県民の悲願であり、20年余も議論してきた結果、埋め立て工事も進んでいる状況にあります。そのような状況の鑑み、単に賛否を問うのではなく、県民の多様な考え方を反映させるべく選択肢を増やすべきだったと思います。そこで県の単独予算約5億5000万円を投じて行う県民投票に何を期待されるのか、その費用対効果について伺います。以地方分権に照らし、一部自治体が投票事務不能となった場合、県民投票はどのように実施されるのか伺います。2、台風24号および25号による災害復旧について、今年は全国的に観測史上とか、あるいは50年ぶりとか、風水害に悩まされた年ではなかったかと思います。政府においては激甚災害に指定するなど、市民生活への対応や復旧への対策が急がれております。被災された方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、一日も早い復旧を願ってやみません。そこで先の台風24号で名護市阿波区及び山の箱において国道449号の海岸から高潮、海砂など道路が封鎖され、集落が陸の孤島と化しました。また停電する中、家族の安否を確認しに行ったところ、道路が封鎖され迂回道路もなく往生したところであります。この国道449号は本部半島の動脈としての役割を担っており、封鎖状態が続くと県民生活はもとより、産業交通に大きな影響を与えることになります。特に阿波国整備中の公共海洋最終処分場がその中間地点にあります。そこで伺います。括弧1、名護市阿波区及び山の箱海岸の被害状況を伺います。括弧2、同海岸の保全対策について伺います。3、我が党の代表質問との関連について、中田博樹議員の代表質問6、教育文化スポーツの振興括弧7、2020東京五輪聖火リレーに関連いたしまして、先に名護市火曜区から要請のあった聖火宿泊の誘致について、その後の取り組みと状況について伺います。あとは二次質問で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。知事玉城デニー君。末松文春議員のご質問にお答えいたします。知事の政治姿勢についてに関するご質問の中の1、4の2、国との対話を通して解決するとのこと、対話を通して解決することについてお答えいたします。私はかねてから辺野古新基地建設問題は司法ではなく対話によって解決策を求めていくことが重要と考えています。先般杉田官房副長官とジャハナ副知事との協議も11月9日から28日まで4回にわたって行われ、県の考えも胸襟を開いて話し合うという、その約束の下でしっかりと伝えることができたと考えております。私も先の安倍総理との面談でも総理からは今後も折を見て話し合いをしたいということのお話をいただいております。ですから今後も政府に対してはやはり対話によって解決策を求める、いわゆる民主主義の最も基本的なその対話によって解決策を見つけていくという姿勢をこれからも粘り強く求めていきたいというふうに思います。その他のご質問につきましては部長から回答させていただきます。知事公室長池田武邦君。
知事の政治姿勢についての括弧1のは、人道的支援活動の拠点構想、計画についてお答えします。人道的支援活動の拠点構想、計画とは、ソフト的な組織ネットワークを想定しているもので、アジア諸国の大規模災害時の支援活動や台風対策等について、本県から人材の派遣や知見、技術の提供等により、国内外に貢献することを目指しております。具体的には、被災国からの援助要請を受け、人命救助活動を行う国際消防救助隊について、県下消防本部の意向を踏まえながら、消防庁への追加登録の要望を行ってまいります。また、台風対策及び津波対策等に関しては、本県事例等を基本に、アジア諸国の抱える災害対策上の課題等を踏まえつつ、JICA 沖縄と連携し、効果的な研修実施に取り組んでまいります。次に1の括弧3、サコ合意に対する所見についてお答えします。県としては、サコ合意事案を着実に実施することが、本県の基地の整理・縮小及び地元の振興につながることから、その実現を求めているものであります。しかしながら、嘉手納飛行場における旧海軍駐機場の航空機による使用や、パラシュート降下訓練の実施など、基地負担の軽減を目的とした佐古合意の趣旨に明らかに反すると思われる運用が行われており、このような状況は県として到底容認できるものではありません。次に1の括弧4の案、承認取り消しの理由についてお答えします。県は平成30年8月31日に、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋め立て承認を取り消したところです。埋め立て承認については、承認後において、留意事項に基づく事前協議を行わないまま工事を重ねていたことや、軟弱地盤、返還条件等の問題が判明したこと、承認後に策定したサンゴやジゴンなどの環境保全対策に問題があることなどが認められました。このようなことから、埋め立て承認は、公有水面埋め立て法第4条第1項第1号および第2号の承認要件を充足しないことが明らかとなったほか、埋め立て承認に付した留意事項1に違反していることが認められ、違法な状態を放置できないという法律による行政の要請の原理の観点から承認取り消しに至ったものです。次に1の括弧5の案、県民投票の費用対効果についてお答えします。今回の県民投票は、間接民主制の欠陥を補完する直接請求制度により、県民から制定請求され、県議会での議決を経て成立した条例に基づき行われるものであり、県民一人一人が辺野古の埋め立ての賛否を明確に示すことは意義があるものと考えております。県民投票は法律に基づく手続きを経て行われるものであり、民主主義を支える手続きの一つであります。民主主義のプロセスと民意を確認するために必要な費用と考えております。次に1の括弧5の い、一部自治体において投票事務が行われない場合の県民投票の実施についてお答えします。県民投票は、辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票条例を根拠として実施されるものであり、同条例に基づき、県及び市町村は県民投票の事務を行う義務を負うものであります。県としましては、住んでいる地域によって、県民投票の機会が失われることはあってはならないと考えており、すべての市町村で投票が円滑にできるよう、市町村と緊密に連携を図り、県民投票の実施に全力で取り組んでまいります。以上でございます。企画部長、川光誠一君。1、知事の政治姿勢についてのご質問の中の括弧1の E、
やんばるの森命の水基金仮称についてのご質問にお答えいたします。森や水および水源地域に対する理解の促進と地域の振興を図るため現在実施している水源地域環境保全事業を拡充することとし、従来の水源環境機能維持のための取り組みに加え、やんばるの環境保全対策や水源地域の振興策に対して基金等を含めた助成制度の創設を検討しているところであります。次に同じく1の括弧2の A、 次期振興計画の策定と財源確保についてのご質問にお答えいたします。これまでの沖縄振興諸施策の推進により沖縄の社会経済は好調を持続していますが、県民所得の向上等はいまだ十分ではなく、自立型経済の構築はなお道半ばにあります。また離島の条件不利性の克服などの固有課題の解決も図る必要があることから、一括交付金などの財政措置や各種優遇制度等の沖縄振興策は引き続き必要であると考えております。このため県ではこれまでの沖縄振興計画等の総点検作業に今年度より着手したところであり、今後新沖縄発展戦略を総点検等に反映させ、次期振興計画の検討につなげてまいります。以上であります。保健医療部長、砂川康史君。おはようございます。知事の政治姿勢についてのご質問の中の括弧1のう、北部基幹病院早期実現への決意についてお答えします。北部圏域の医療提供体制を考えた場合、医師不足の抜本的解決を図り、安定的かつ効率的で地域完結型の医療提供体制を構築するためには、県立北部病院と北部地区医師会病院を統合し、新たに基幹病院を整備する必要があると考えております。基幹病院の整備にあたっては、さまざまな課題について関係者間で認識の一致を図る必要がありますが、県としましては、平成30年の来に合意形成を図るべく、鋭意協議を行っているところでございます。以上でございます。教育長、平敷昌人君。1の知事の政治姿勢についてのご質問で、括弧1の A、中高生のバス通学無料化についてお答えいたします。県教育委員会では低所得世帯の高校生に対して小学のための給付金事業により通学費を含めた教育費負担軽減の支援を行っております。また今年度から児童扶養手当または母子および父子家庭等医療費助成受給世帯の高校生等を対象に、沖縄県ひとり親家庭高校生等通学サポート実証事業を知事部局において実施しております。今後は当該事業の結果も踏まえながら、中高生のバス通学費の負担軽減の実現に向け必要な調査等に着手していきたいと考えております。次に同じく1の括弧1の O、 北部地域への中高一貫校についてのご質問にお答えいたします。県教育委員会では難関国立大学等への進学を目指す生徒のニーズに応え、本県を牽引する高い志を持ったグローバルに活躍できる人材の育成を図るため、開放中学校および休養中学校を設置し、中高一貫教育を実施しております。北部地域への設置については、両校の実績や課題等を踏まえる必要があり、また近隣市町村への影響などを含め検討する必要があると考えております。現在、ニーズや設置形態、課題などについて、北部地域の市町村や関係機関などと意見交換を行っているところであります。以上でございます。総務部長、金城博正君。
1、知事の政治姿勢についてのご質問の中の、括弧2のあおよび復帰後の、沖縄県一般会計当初予算の総額とその、財源内訳についてお答えいたします。1、括弧の2あと、1括弧の2 e は、関連しますので、一括してお答えします。昭和47年度から平成30年度までの沖縄県一般会計当初予算の総額は22兆6927億円となっております。その財源の内訳は、国庫支出金等の依存財源が16兆9702億円、74.8%、県税等の自主財源が5兆7226億円、25.2% となっております。以上でございます。土木建築部長、上原邦貞君。台風24号および25号による災害復旧についてのご質問のうち、括弧1、名護市安和区山の白の被害状況についてお答えいたします。台風24号による豪雨、波浪により、安和区では床上・床下浸水23件、車両の水没16台、また山の白では床上・床下浸水43件、車両の水没27台の被害が報告されております。次に、2の括弧に、名護市安和及び山の白海岸の保全対策についてお答えいたします。名護市安和及び山の白の国道449号道路護岸においては、台風24号の波浪による越波等により、冠水と土砂等の堆積が発生しております。今回の被害状況を踏まえ、今後、道路構造の保全及び安全の確保について検証した上で、対策を検討していきたいと考えております。以上でございます。文化観光スポーツ部長、嘉手刈隆雄君。3、我が党の代表質問との関連についてのご質問の中の括弧1、名護市海陽地区への生活宿泊の誘致についてにお答えいたします。東京2020オリンピック聖火リレーの県内ルートについては、今年の7月17日に沖縄県実行委員会を設立して検討を進めており、離島も含めて全県的に実施できるよう取り組んでいるところであります。宿泊地を含む県内の詳細ルートについては、当該実行委員会において検討しているところであり、国際オリンピック委員会の承認を得た上で、来年夏ごろ、東京2020組織委員会から公表されると伺っております。以上でございます。末松文春君。清松文春君。ご答弁ありがとうございました。それでは二次質問に移っていきます。まずはじめに国府基幹病院の整備についてでありますけれども、これは知事から決意をいただこうと思っていたんですけれども、残念ですね。ぜひ後でもいいですから知事の決意をお願いしたいと思います。さっきの具志堅徹議員への答弁を聞きますと、やっぱり
ますます遠のいた感じがしてならないわけであります。まあ、そういう中でですね、ぜひ知事の決意をもう一度聞かせていただきたいと、このように思っております。休憩します。再開します。知事、玉城デニー君。はい、末松議員の質問にお答えいたします。北部圏域の医療提供体制を考えた場合、医師不足の抜本的な解決を図るということは重要課題であります。そして、安定的かつ効率的で、地域と密着した地域完結型の医療体制、この医療の提供体制を構築するためには、やはり県立北部病院と北部地区医師会病院を統合し、新たに基幹病院を整備する必要があるということは、この間申し上げてきた、通りであります。公約にも掲げておりますが、北部基幹病院の早期実現に向けて、全力で取り組んでいきたいと、考えておりますし、担当部長には、スピード感と、そしてそれぞれの市町村の関係者の皆さんにも誠意を持って、真摯に協議に当たるようにという指示を出しているところであります。松文春君、はい、ありがとうございます。ぜひ早期実現をお願いしたいというふうに思っております。次に中学校高校生のバス通学無料化についてでありますけれども、昨日の新聞報道にもありましたように、今の教育長の答弁では何か期待外れたなという感じをしておりますけれども、知事が公約に掲げたわけですから、それなりの取り組みが必要だと思います。これもう一度答弁をお願いします。教育長、平敷昌仁君。はい、新聞報道も、承知しております。で、その公約の、実現につきましてですね、財源もそうですし、支援の方法にもですね、整理すべき課題が多くありますので、私どもとしては生徒の通学にかかる、調査もありますし、またその支援方法、このあと関係バス会社とのですね、調整等々も行う必要がありますので、その辺の必要な調査も踏まえてからですね、ということで、まずはその部分を着手したいというふうに考えております。末松文春君。はい、次にこの北部地域への中高一貫教育校の設置でありますけれども、まあ、これまでも何度かですね、これについては質問してまいりましたけれども、その後の進捗状況というか、取り組み状況についてちょっとお願いします。休憩します。再開します。平敷昌仁君。お答えいたします。北部地域への中高一貫校については答弁でお答えしたとおりなんですが、実はまた11月にですね、本島北部の国頭村から金町までの8市町村の教育長でありますとか、国頭教育事務所長、あと関係する高校の校長等々とですね、意見交換を行ってまいりました。それでそこでですね、この北部地域の中高一貫校の設置に関してのですね、さまざまな意見を伺うことができました。今その辺のですね、意見等も踏まえて、また課題等も整理をしていこうと考えているところであります。末松文春君。はい、ありがとうございます。知事がですね、政策に掲げているとおり、この北部においてはこの基幹病の整備だったり、あるいは人材育成、これは定住条件の整備であります。それがない限りは北部の発展はありえないだろうというふうに考えておりまして、知事が掲げている政策についてですね、大変共感しているわけでありますけれども、今、教育長、あるいは部長たちが答えている内容ではですね、何としてもこの時間がかかりすぎてどうしようもないなというような考えをしておりますので、知事においてですね、もう少し指示を出していただいて、早期に実現できるようにお願いしたいと思いますけど、いかがですか。
知事、玉城デニー君。はい、北部地域の定住化を促進するということは、これはもう県土の均衡ある発展のためには、では何をもって定住化を促進していける要素になりうるかということを、さまざまな部局で議論をさせていただいております。その中でもやはり基幹病院の設置ももちろんですし、中高一貫校設置による人材育成にさらに力を入れる、それも北部の市町村の関係者の方々から非常に高い要望をいただいているところであります。合わせて私も昨日、実は新聞のおそらく末松議員と同じ記事を拝見したのではないかと思うんですが、やはり子どもたちは各家庭によって通学にその難重さといいますか、大変さを伴っていると、できれば早くスピード感を持って公約を実現してほしいというような内容の記事だと私は受け止めております。ですからできるだけ関係機関の方々としっかり意見交換をさせていただき、しかるべき調査を行った後、その中でも速やかに実現できることについては私はスピード感を持ってやはり当たっていきたいというその思いはあるということをお伝えしておきたいと思います。末松文春君。はい、よろしくお願いいたします。それでは次に、この予算についてでありますけれども、まあ、これから相当の、その財投なりを投資しないといけないような状況だと思いますけれども、知事はこの間、この国からの補助金に頼らない県政運営を行うと、こういうことを公言しておられますけれども、知事がこれまでのその、さっきの部長の答弁にありましたけれども、16兆余りの予算が投下されてですね、今日に至っているわけであります。これだけの、その振興策をやるにあたって、知事がその補助金頼らないでやれるというのは、なんか根拠はどこにあるんですか。総務部長、金城弘正君。はい、お答えいたします。補助金に頼らないというふうなご質問だと思いますが、まず制度のことを少しご説明させてください。基本的にその、国が、国家的な見地からですね、その国が行う特定の事業、これは国庫補助金等で支出をしておりまして、これは全国的に行われているというところでございます。で、合わせて沖縄振興予算につきましては、沖縄の抱える特殊事情ですね、そういった政策課題を解消するために必要ということで、これまでその、やっておりまして、その解消が図られるまではずっと継続されるべきものというふうに考えております。この補助金に頼らないというのは、この振興策を、いわゆる振興予算を活用してですね、しっかりその、沖縄の優位性と潜在力を生かして、その自立型経済の構築を目指す、そういったことをですね、しっかり取り組んでいくと、そうすることによってですね、雇用であったりとか、その所得、税収の増加が図られてですね、地域全体、いわゆる沖縄がですね、その安定的に発展する好循環が起こられる、その現状がですね、出来上がると、こうすることによって、予算編成においてですね、その実質財源比率が当然そういうことになると高まっていきますので、そうしますと、そのいわゆる行政の実質性であったりとか、安定性を確保することがですね、できるというふうな趣旨の、ね、ことで補助金に頼らないということを言ったところでございます。ちょっと休憩します。休憩します。これは、いや僕は知事に尋ねているんだけども、選挙中にもね、補助金に頼らないという話であるんで、今部長がおっしゃるのはこれ補助金ではないわけ。ないと、いや、知事は補助金に頼らないと言うんだけども、部長がおっしゃっているのは、一般通年の話やってますよね、これ全部補助金でしょ。再開します、副知事、富川守武君。はい、ご質問 の, 補助金に頼らないというのはですね、日本の財政システムの前提にした上での話であります。当然、均衡ある国土を維持するために、地方交付税等々で、平準化がなされておりまして、その中で東京都が突出しておりますが、その他は散らばりがあってですね、非常に格差がございます。これを鳴らしていくのは国の
責務として得られているわけで、当然、まあ、これまで169,702億円というのは、復帰後のですね、沖縄の社会保障の拡充等々、かなり効果があったというふうに考えております。で、これからは、今、沖縄の経済が非常に好調にありますので、この可能性を実現することによって、その日本の財政のシステムの上で、自主財源を増やしていっていくという意味でございます。全く補助金が、ないということではない、ありません。松文新君。はい、あのね、副知事や部長がおっしゃることはね、私は承知してますよ。ただ、知事が補助金に頼らないということの、この補助金というのは何なのかと聞いてるんですよ。休憩します。知事はそんなこと言ってるから国との交渉ができないんだよ。再開します。副知事富川森武君。重複になるかもしれませんが、今沖縄の可能性が高くて、実際に経済のパフォーマンスも拡大しておりまして、自主財源も増えております。で、こういう好循環をですね、増やすことによってこの自主財源を増えていくと、それによってある意味でその事実経済の定義にも近づいていくという意味で解釈をしております。じゃあ補助金いらないってことか。すいません。松文春君。末松文春君、静粛に願います。質問あります。いやね、副知事、僕はそういう議論してないんですよ。それは分かってますよ。3割1でしょ。それ以外はみんな頼ってるわけですよね。依存財源ですよ。そうありながら、なんで補助金に頼らないと言ってるのかが分からない。そういうことを言ってるから知事は政府とも仲たがいしてるわけですよ。どうですか、知事。知事、玉城デニー君。はい、誤解があってはいけないのではないかと思いますので、まず申し上げたいのは、私は補助金を一切いらないということは今まで一度も言っておりません。補助金に頼らないというのは、沖縄の、伸びゆくその自立型経済を目指していくという、復帰50年先の沖縄の未来像、新時代沖縄を描く場合に、アジアのダイナミズムを取り組んでいって、経済の好循環を県内経済の域内流通に回していく、それを優しい沖縄の社会を作っていくという方向を目指そうというトータルの考え方の中で、私は補助金に頼らないで、その自主財源をもっと伸ばしていって、そうすればもっと使えるお金が増える、県民の暮らしを底上げするお金が増えていく、だからそれを目指していこうという、私はその理念のもとに言ったのが、補助金に頼らないという、その言葉に集約されているものと思いますが、さまざま誤解を与えていることに関しては、お詫び申し上げますが、私の考えは、この間も、自主財源比率が 20% 台から 30% 台に上がってきているという現状を見ても、議員もうご案内のとおり、そういう社会、そういう循環環境を作っていきたい。そして所得の底上げであったり、あるいは非正規から正規雇用にあったり、そういう社会の循環を作っていきたいという趣旨で、私が選挙期間中にその沖縄の将来像を述べたことであるということをご理解いただきたいと思います。松文新君。時間もありませんので、この議論は終わりましょう。次に、括弧4の普天間飛行場代替施設の建設関連はですね、最後にしたいと思っております。で、括弧5、県民投票についてでありますけれども、ちょっと休憩お願いします。休憩お願いします。休憩します。ちゃんと映ってる。カメラや映ってるから。あ、自分だったから。あ、引き寄せた。あ、そうか、そうか。すみません。再開。はい、再開します。このフローチャートですけど、これはですね、先日の報道から撮ったものです。これ参考に作ってあります。で、これ見ますとですね、この3箇所にですね、クエスチョンマークがついてます。で、これについてちょっと教えてほしいんですけども、この12月の市町村議会が予算審議した場合に、否決された場合には、一部の市町村で実施できるというふうになります。それから次に、組長が裁議した場合、
その否決された場合でもですね、あ、最後のところも計上がかかる。で、ここでも組長判断で予算計上とあります。こっちにもあります。この3箇所のですね、クエスチョンマークについての説明をお願いしたいと思います。知事公室長池田武邦君。まずこの資料は私ども県が作ったものではございません。私どもがここにクエスチョンをつけたものではないということはご理解いただきたいと思います。で、その上でちょっと個別的にということで、はい、まず市町村議会、今のところ41市町村すべて議会に提案していただく方向というふうに報告を受けております。で、その上で、議会で審議いただくわけでございます。で、議会で否決された場合には私どもこの経費につきましては地方自治法177条第1項1号に定めるその他の普通公共団体の義務に属する経費に該当するというふうに考えておりますので、各市町村長は歳議に付していただく必要があるものというふうに考えております。答弁が聞き取りにくいです。で、その上で休憩します、はい、答弁中は静かにしていただきたいと思います。答弁が聞き取りにくいです。今説明していますから答弁中です。静粛に、はい、答弁続けてください。はい、改めて続けます。で、議会が事務の管理執行に必要な補正予算を否決したときには、歳議に付す、そしてその上で、次の、否決ですね、首長判断で、予算の計上という形も、できるものというふうに考えております。末松文信君。はい、じゃあ、市長、あれですか、市町村長の裁量で、それは裁議しないということもありうるわけですね。池田武邦君。はい、繰り返しになりますが、条例の施行により、県、市町村ともにこの県民投票を執行する義務を負うものと考えております。で、先ほど177条の条文の関係で説明しましたが、市町村長におかれましては、歳議に付す、義務があるものというふうに考えております。末松文信君。皇室長は先の軍徳委員会の私の質問に対してですね、この一部の自治体がその予算否決した場合には、その実施不能になる、その場合には県民投票は成立するのかということの問いに対して、それは成立しませんという旨の答弁していますが、これとの整合性はどうなるんですか。池田武邦君。はい、10月議会及び臨時軍特での答弁につきましては、252条の17の2の規定に基づき、委嘱された事務について、市町村は義務を負うというふうに、説明してきたところです。で、また、県から市町村に当該事務を執行させる強制力につきましては、知事は事務の異常に伴いまして、包括的な指揮監督権は有しないというものであります。で、そのため、自治法上、知事は市町村に対しまして、直接その執行を強制することはできない旨、答弁、ご説明させてもらったところです。末松文信君。その通りですけれども、その義務と強制はできないということの整合性、どう取るんですか。地域公室長、池田武邦君。はい、お答えします。繰り返しになりますけれども、条例の施行に伴いまして、県および市町村、それぞれがこの県民投票を実施する義務を負っているということでございます。末松文信君。はい、これ以上平行線模様でありますので、次に行きます。括弧4、残った最後の再質問ですけれども、池田公室長
はですね、大体施設の建設費2兆5500億円というふうに言っておりますけれども、この数値はですね、一人歩きしかねないようなことで大変心配しているんですが、その数値の根拠を伺います。休憩します。再開します。池田武邦君。はい、お答えします。今回、政府との、協議にあたりまして、県として、大まかな目安を保つために、概略で全体の埋め立て工事費用を算出したところです。まず算出にあたりましては、国の提出している資金計画書から現在までに着手済みの護岸等にかかる当初の計画費用をまとめ、現在までの支払い済み額920億円と比較したところ、当初計画の約10倍の費用がかかっていることが分かりました。このため全体の埋め立て工事は資金計画書で示されております事業費約2400億円の約10倍と見込んで2兆4000億円と算出いたしました。また軟弱地盤に対する地盤改良工事が追加されると想定しまして、岩国の事例を参照として約500億円の費用がかかるものとしております。また埋め立て土砂の県内県外からの調達のために追加で約1000億円の経費がかかると算出しました。これらのことから勘案して、全体の埋め立て費用は最大で2兆5500億円かかるものと試算したものでございます。松文春君。これは防衛省と調整したんですか。副知事、ジャハナ・キイチロー君。はい、お答えします。この件につきましては、私の方で杉田副長官の方にお話ししましたので、これはあくまでも県の方で概略したものですといったところです。ただ、先ほど高市長からもございましたように、そのベースになっているものは、政府が出した資金計画書でございます。2405億4000万円。これが実際に今、22箇所の護岸のうち6箇所しかできていないという中で、すでに1428億、60% がもう消費されてますよねと、これについては防衛省の方も認めてございます。そしてその中で、着手済みの護岸の工事費用、これ、資金計画書では78億4000万円となっている、これは防衛省が出した資料です。これに対しまして、実際に現在まで支払い済みの額928億円となっている、これも認めてございます。そうしますと、この78億と928億、単純比較したとしても、12倍の費用がかかっていますという話は説明いたしました。で、これをベースにしまして、仮に、5倍としても1兆余りますよと。2400億の5倍として1兆余りますよと、これに軟弱地盤の500億ですとか、県外から運ぶ1兆億をやると、もっとさらに1500加算しますと、これ10倍にすると、合計で2兆5500億になりますよというような話をですね、これまでの実績を踏まえて、
形で県が概略で示すとこうなりますという話をしたところです。これについては杉田官房副長官もですね、まあ、これについてはうなずいておられて、まあ、それでも政府としてはしっかり予算を取って頑張るというような話があったところです。松文新君。じゃあこれは防衛とも確認しないといけない事項だと思いますけれども、これだけ経費がかかった原因は何だと思いますか。副知事、ジャーナキ一郎君。まあ、これはもう防衛省の方にですね、まあ、本当まさしく確認の、話だと思いますが、これ私の方でですね、推測ですがということで、お話これもしたところですが、いわゆる警備等にですね、多額の予算も要したのではないでしょうかという話もしたところです。松文新君。はい、県がいたずらに妨害しなければこんなに経費かからないわけですよ。それでは少しこの米軍基地の過重負担の軽減ということで整理縮小、それから沖縄県と国の対応についてちょっと歴史してありますけれども、まあ、こういったことでですね、県の対応、国の対応、それぞれありますけれども、こういう対応の中で知事がおっしゃる協議をしている最中ですけれども、この協議の行く末は見えておりません。で、それをどうしてかということで、私は少し検証してみました。そこでですね、これらも含めて少しお聞きしたいと思いますけれども、このジャハナ副知事が撤回した埋め立て承認は、普天間飛行場全面返還に伴う代替施設建設用地を確保するため、米軍基地キャンプショアブの辺野古地先、米軍制限水域の一部を埋め立てることに対し、元中山知事が適法に承認したものであります。にもかかわらず、前尾長知事は普天間基地の危険性を顧みることなく、職権を乱用し、恣意的に埋め立て承認を取り消した。ところが、最高裁において、知事の取り消しが違法との判決が下され、尾長知事は自ら承認取り消しの取り消しを余儀なくされたわけであります。その結果、埋め立て工事が進められて、今日に至っているというのが現状であります。また今度は、尾長知事が自ら取り消した承認を撤回する意向を表明されました。しかしながら、尾長知事は自ら撤回処分をしないまま亡くなられたわけであります。その後、職務代理者である担当副知事の富川武副知事が、ジャハナ喜一郎副知事に委任し、ジャハナ副知事が尾長知事の意向として埋め立て承認を撤回する予前処分を行ったところであります。まあ、ここで私は大変腑に落ちないことがありますので、お尋ねしたいと思いますけれども、このような政治的にもですね、大変重要な事案であるにもかかわらず、次期知事の就任を待たずしてですね、選挙で付託されたわけでもない副知事が職務代理者というだけで処分したのか、これは適性を欠いたものであるというふうに考えておりますけれども、新しい知事が判断すべき事案ではなかったかと思います。そのことについての、所見を伺いたいと思います。副知事、ジャハナ喜一郎君。はい、お答えいたします。今回の、まあ、これは8月31日、撤回、いたしましたけれども、その根拠等はですね、先ほど校長が述べたとおりでございます。県としましては、違法な状態を放置できないという法律による行政の原理の観点から撤回したということでございます。ご質問の、まあ、新しい、新知事誕生を待ってやるべきではないかというようなこともございましたけれども、我々としましては、先ほどの法律による行政の原理の観点から、慎重の上にも慎重を期して、しかも、聴聞の、手続きも行った上で、その、結果も受けた上でですね、まあ、それに、いろいろ判断、それでも慎重に行った上で、8月31日に撤回を行ったということです。違法な状態を放置できないという、あくまでも法律による行政の原理の観点から、新知事の誕生を待たずに行うことが、まあ、適当だろうというふうに判断したということでございます。末松文新君。はい、取り消し訴訟についても、
判決がああいう判決で出ている、今度の撤回にしても同じ道を歩んでいるようでありますけれども、結論は一緒ではないかというふうに思っております。まあ、そういう中にあって、知事は政府との協議の中で解決していきたいと、このように申しておりますけれども、その構想はどうですか。知事、玉城デニー君。議員からもありましたとおり、私はこの問題は司法で解決するのではなく、やはり話し合い、対話、協議をもって、その解決の糸口を見つけるべくであるということを政府に求めております。安倍総理も私と面談をした際には、折を見て話し合いをしていきたいということも申していらっしゃるという点に、私は、希望と期待を込めて、この問題を対話で解決していきたいという気持ちを持っているわけであります。松文新君。それでこの度国地方係争なんだっけ処理委員会に申し出たのはどういう意味ですか。知事公室長池田武邦君。はい、お答えします。先ほど知事からもありましたが、この問題、辺野古新基地建設問題は司法ではなく対話によって解決を求めていくことが重要であると考えております。しかしながら、ジャハナ副知事と杉田官房副長官との間での4回にわたる協議、また安倍総理との協議においても、東アジアの安全保障環境の変化や辺野古移設では普天間飛行場の早期の危険性の除去が困難であることなど話し合いましたが、政府からは残念ながら十分な回答がなく、辺野古が唯一の解決策と、従前の説明を繰り返されたというところです。このようなことも踏まえまして、沖縄県としては国地方係争処理委員会へ審査の申し出を行ったところでございます。末松文新君。私は司法の入り口に立ちかかったなというふうな認識ですけれども、そこで伺いますが、知事は国と対峙し、平行線をたどっているうちに、代替施設が完成することを落としどころと考えているのではないかというふうに疑義が生じております。そのことについて、知事のご所見を伺いたいと思います。知事、玉城デニー君。そのようなことは絶対にないということを申し上げておきたいと思います。はい、落としどころをぜひ考えてください。ありがとうございました。